どうする配信。配信？うん、暗黒ルール。緑はどうしたいの？いやー、でも、まあ、ちょっとね、うん、やりたいことが今。ガチな話。やりいいじゃん、別に暗黒コミュニティでもね、真面目な話も。うん、だからそれするよ、ちゃんと。うん。まあ、今はちょっとね、いろいろと大変なんで、まずはその、うん、もう、すでに動いてはいるんだけどな、メンバー。うんうんうん。あ、グリカン？グリカン。ちょ、なんで飲んでんの？え？そんな牛乳飲むもんじゃなくてさ、これ入れるやつじゃん。もう入れた。しかも、口つけて飲もうとしたじゃん。なんで飲むよ、これ。飲まねえよ、接吻になるから。ディープ、あの、関節キスになるから、うん。炎上してますよ。うん、そう、まあ。グリカンはやっていくって感じ？グリカンはやりたい。とりあえず他の配信者たちが食っていけるような環境を作らないと。うん、やばい。と思う、でもグリカンやって。だからまあ、その、今のところ、生主で、なんか他のさ、メーカー、例えば企業とかに宣伝、なんか、放送をやると高いなのね。それを、格安でやるの、どこよりも、格安で。配信者もいるし、機材はクラウチのやつ使えるし。で、格安でやればいいと思う。給料はどうするの？一緒にやってくれる人の。具合。ほ？え？固定給ない？ないよ。何も仕事が取れなかったらじゃあゼロ？その通り。最初どう飯食っていくの？だからみんな、一人が困ったらみんなで牛丼屋に連れてって、飯食わせたり。だから全員一致なんだよ。全員同じ環境に落とすから。うん。で、仕事した分の売り上げの5割は会社に入って、残りの5割。生主ブロマーはどうすんの？ね、実は、まあ、お前知らないと思うけど、12月までに会員が2000人以上行かなかったら、潰すって言われた。うんうんうん、潰すんだ。行かないだろう。なんだかな。まあ難しい。だって、他のところは行ってないね、そんなの。うん。よくね？あ、大丈夫。一番弱くした。うん。潰すって言うからさ、ほんで、まあ、力屋とかジューシーとかは張り切ってるけど、俺はまあ、結構難しいと思ってる。正直言って。でも、それグリカンと生のシブロマが並行してやっていくの？いや、グリカンはもう、まあ、並行だな、とりあえずは。うん、ただまあ、きつかったら、どっちつかずなって。でも、生主車で働いてる人は入れてあげないの？その、グリカンに。いや、入れたいよ。本当は、なあ、せっかく会員になって金出してくれたから、うん、その人たちのにはちょっとなんか、申し訳ない。玉ねぎで目が痛くなってきた。遅いな。え？遅くないちょっと。ま、マジで。急にだ。いや、なんかすっげえ顔になってるけど。目赤いでしょ、俺だって。うん、赤い。急に来た、これ。うん、そうか。そう、だから、チョン顔って書かれてる。昔も今もね。その話でさ、うん、親に言われたことあるからね。なんて言われた？お前は橋の下で拾ってあげたからなって。ほんとかよ。この年になってだんだん、それが冗談に聞こえなくなってきたの。そうやって明美が言ってたのか。親父が言ってた。な、もう、だっての、ちなみに、このリスナーさん、石川紀之さんも、実は親にも配信やってることをバレてるし、ね、家族みんな妹まで知ってますから。うん。やめてとか言われてるの？妹は2チャンネルのアンチスラに常駐してる。あ、リナリと一緒だ。それを親に見られて、うん。あけみさんが、何やってんのって聞いたら、お母さんは絶対に見ちゃダメって止めてる。あ、そういう役目やってる、うん。そう。見たら泣くから。ね。うん、ね。しょうがないけど、まあでも、まあ、グリカン？うん。うん。グリカンはもうね、やっぱり、動いていかないと変わらないから。うん。とりあえずかな。まあ、成功するかしないかは、わからんけど。でもね、やるとタイガークラッチの借金250万も背負うことになる。あ、でもそれは、助けてあげるでしょ？助けるよ。うん。うん。なんか、コンセプトがあんま見当たらんな、それやって何するのっていう。それを、もう今動いてるから。いろいろと何か企画考えたり、うん、イベント開くかどうかわからんけど。それは何現実的なの？いや、まだ難しいでしょ。とりあえず、ま、リスナーからよりも企業から、配信、うん、今やってるパチンコ屋さんで、うんうん、ああいう感じで、もうちょっと大規模に、そうか。やれる感じで。難しいですよ。いや、もうじゃあリスナーからお金取らないの？今度やるときは。今なんか生主ブロマーで有料やってんじゃん。うん。どうしよう、それは。リスナーがどう思うかだよな。俺は、俺がやるんだったら、うん、例えばやるとしたら、うん、今みたいな感じじゃなくて、毎日やる。
放送、うん、毎日やって、何時から何時までは必ずこの時間はやるっていう、土日以外は。うん、それをこ、あの、他の配信者合わせて、くるくるかじゃない、他の配信者にも、部合で、ポンと渡す。ほら、こうなんか、ラジオ番組みたいに、そうそうそう、何曜日はこの人で決めるんだ。そうそうそう。あの、うん、オールナイトニッポンみたいに、うん。いや、それやるんだったら絶対やる。それもしサボったら、場合は。それでリスナーからお金取ったど、それをちょっと聞こうと思ってる。俺は取らない方がいいと思う。そうやな。なんでかっていうと、うん、お金を払って見た人と、うん、お金が払いたくなくて見ない人が、リスナー同士で会話が、ま、できなくなるから。だって今暗黒掲示板がさ、うん、うちで言うチャットみたいな感じで、こう、意思をこう、交流しちゃうところじゃん。うん、でさ、暗黒リスナーだってさ、お金払ってこう、生主ブラマが見てる人もいれば見ない人もいるじゃん。で、実際チラッと見た時に煽り合いになってたわけよ。今日は緑神会やってるぞ、ブロマカで。そしたら見ない人は、そんな俺は金払って見に行かねえんだからって、もう、リスナー同士がちょっと喧嘩して層ができちゃってるの。そういうのが今後できてくるわけじゃん。見たいのに見れないっていう。だから、その、有料っていうのは非常にね、むず、配信者にやる側にとってきつい部分が多いのね、結構。うんうん、デメリットが。うん、できれば、うん、あんましーって感じ、ね。やるんだったら企業とかそういったのがいいかなと思ってる。それはでも、もう、本当に企業をするときに最初に明言した方がいいよ。一切取らないと、うん。俺は自分のリスナーに言ってる。自分の放送では、もう絶対に有料放送はしないって。で、永遠に無料。でもステッカー売ってんじゃん。だからまあそういう形でやってる。だからでも放送はみんな見れるじゃん。うん、ステッカー欲しい人だけが買うわけじゃん、うん、全員が強制して買わなきゃいけないわけでもないけど、うん、放送を見るのってお金取るのは俺はちょっとあれかなと思って、うん、あとやっぱりお客さんになっちゃうからね。そうなってくると、そうだからある意味ずるいかもしれないよ。ステッカー買うのを見返り求めません、あれもしませんって言うけど、でもそれでもいいよって人だけにしてるからさ、うんうん、まあそれは別に何かを作って売るっていうのが悪いっていうことはないと思う。だからなんだろうな。だからね、有料っていうのは、個人じゃまずで、まだ無理だからな。うん。やるんでしょ。それを考えたら、お金だけなんて、放送、一番仮の放送がダメになる。うん。まあ、グリカンやるんだったら、まあ、まあ、無料のがいいような気はするけどね、うん、俺は。ハンバーグは、3時に。あ、今焼いてますよ。うん。3時に駅前に集合。うん。いや、真面目に話しちゃっていいじゃん、別にこういう時だってあってさ。うん。ちゃんと真面目にさ、今後について語っていかないと。ねえ、いつ、ねえ、そういう機会ないから。うん、配信でさ、今後、どうなんだ、あなた10年後。俺、いや、あんま深いことは考えない。だってさ、10年後って考えてなってもさ、独立サラリーマンやればいいじゃん。でも10年後、14年って考えながらさ、俺らは地べたを這いつくばってね、うん、今日もこんなような生活してるわけじゃん。結局10年後も同じですよ。あ、そうか。そうだよ。だって、10年後って言ったら、じゃあ、緑って20代の時にちゃんとしとけばよかったって話じゃん。でもできんかったわけやん。いろいろ好きなことやって、今この30代やってるでしょ。確実40代だったら頭剥げてなっちゃうみたいな、歯がなくなって死にます。え、それもう辿ってんの？辿ってる。じゃあお前も10年後の俺だろ。なるなるなる。だから5年後、よく見てみたいに黒マスクかぶってやってる。うん、やってる。一緒だよ。ほんで剥げて歯が抜ける。まず、あ、胸が死ぬとこから見ていかないと。ああ、選挙者に。そう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 。あ、そういうことなんだって。もう、だってじゃあ今からさ、うん、毎日朝6時に電車乗って、毎日乗って、うん、こう釣り革捕まってね、うん、こう女子高生に怯えながら仕事行って、仕事行ったら、おい、ゆけめ仕事やるよ言いながらね、うん、窓際で仕事して、家帰ってきたらさ、もうすぐに寝てっていう生活できる。毎日ですよ。それって、急に。地獄じゃん。地獄、もうやれないんだよ、我々は。もう、ある意味配信に逃げてきちゃったから。あ、配信リアルから配信逃げてきたんだよ。でも、かっこつけて、うん、俺は配信が全てだ、俺は配信好きなんですよ、リスナーさんとか言ってるけど、それは、かっこつけてるだけで、本質は逃げてきたんですよ、我々は。で、逃げてきた我々を、かくまってくれたのが配信サイト、ニコ生だったり、いろんなところもありますけど。無理なんですよ、我々がリアルでどうのこうのなんて。みんな正解、正論すなとか。そうですよ。できるわけないもん。じゃあ、本当に働きがあるんだったらさ、10年後と思うんだったらさ、明日から日雇いのバイトやれよって言われてやれる？ハローワーク行ける？行けないでしょ。うん、行けない。じゃあ無理だよ。じゃあ変わらん。明日できないやつが10年後なんかできるわけないもん。だからもう配信で何とかしてるしかないんだよ。できなくなったら、死ぬ。え？死ぬの？うん、死ぬ。死ぬしかなくなる？死ぬしかない。路頭に迷うよ。ガチで、ホームレス。嫌だよ、そうだよ。それをリサー楽しんで見てるから。こいつらの人生どうなるかって。え？ね、僕らの配信を楽しみに見てんじゃなくて、うん、こいつらいつホームレスになるかってことで見てるの、その人たちは。クズ具合を見てるんだよ、クズ具合を。え、じゃあ動物園じゃん。動物園だよ。昔から言われてんじゃん。あなたがドッグ、運営の。じゃああなたがピッグ。ピッグ。あ、ドッグとピッグで。ドッグとピッグ。で、ゴッキーがいるじゃん。うん。ゴッキーとか。ね、ハルヒのカッパもいるし、うん。いっぱいいるんだよ。あ、いろんな動物がいるんか。ズケさんのイノシシとか。うん。ね、いろんな動物がいるんですよ、ニコ生には。あ、その動物たちを見に行く。そう、見てる、見てる。リスナーだって、
普通の社会人とかサラリーマンなんてさ、街行けばさ、すれ違うしさ、仕事場でもいるじゃん。それを我々見たら変人を見に来るよ。だから、集まるんだよ、そこに人が。じゃあ、普通じゃ見かけないような。じゃあ、これ、人食ってやつなんかいるわけねえじゃん、リアルに。そんな知り合い。俺は人来るよ。え？いや、クソ食ってねえだろ、明らかにさ。なんでこんな勝手なこと言うんだよ、お前。うん。いや、近いじゃん、近い、近い、近い。お前だってさ、もともと、変わったことやってんじゃないか、いろいろと。ね、まあ。包丁持ってやってきて。捕まるそうだったんだからさ。すいません。そういう人たちを見に来てんの？じゃあ。それは言うなよ。俺何も言い返せないんだから。まあ、あれ俺の悪い。あ、なんか聞いたぞ。あの、MARU さんのことを喋ったんだって？ついに。パンドラボックスを。そう、エディリカが開いちゃった。開いちゃったのか、ね、あの、もういいんじゃねえの？でもそろそろ。あんまりなんか握られてる？俺は何も喋んない。マジで？握られてんのか？俺は嫌だ、怖い。あ、そうなの？家バレてるし。実家？いろいろすべて。ちなみに僕はお金取られてまだ帰ってきてません。いくら取られたの？俺は、あの、2500円。お、ハニー大木は、家に来られて、うん、で、無理やり金ないって取られちゃった。まあ、それは聞いてさ、いろいろ話、うん。なんかさ、いろいろそれでいろんなやつから金をさ、借りてさ、なんか家に引きこもっててさ、そこの家の家賃も払えなくて、で、ある日、そいつを探しに行ったんだって、MARU さんを。そしたらね、家行ったらね、誰もいなくて、で、不動産の人が誰もいませんって言った。男の人と女の人で行ったんだけど、そしたら女の人が、キャーって言ったの、どうしたと思ったら、お尻の中でこうやって丸まってて、すいませんでしたって出てきたんだって。あ、それ、キズが言ってたわ、それ。あ、本当に？言ってた、言ってた。あ、みんな知ってた、それ。みんな知ってる。キズが言ってた。あ、そうなの？うん。石川がそう、かわいそうだったのに、のりゆきもなんか、あの、引退してる時に無理やり呼ばれて、落ちたぞ。うん、おい、おい、おい、あらえ、あらえ、ちゃんと落ちたんだから。ね、彼ちょっと一回引退してたのね。そうしたら、なんか家に無理やり、な、呼ばれて。んでな、ちょっとなんか、ホースで水かけられたよ。お前、根性が頼んどるとか言われて。そうそうそう。結構そういう人がいてね、で大変だったのに、ニコ生はな。怖い人がいたんだよ。すごい怖い人がいたんだ。うん、今はそういう人たちが、情報が出ることによってなくなったのよ。なあ。え？今作ってるけどね。まあいや、話焼けすぎなんじゃん。できた。何歳の人は何歳だっけ？俺は40ぐらいだったよ。うん。あれ結構綺麗に、こんがりと焼けてない？いいでしょ？うん。食べてみて。これケチャップとか何もない、うん、あるあるある、ケチャップ。なんで俺の家知ってんだよ、あるあるって言って。知るわけねえじゃん。え、あるよ。本当にあった、うん。さっき見たから。ケチャップつける？あ、つけるつける。うわ、何今の予算の下痢みたいにさ、ブチャーって、ブチャーってなったぞ、今。うん、ちょっと、食べてみてよ。うん。すんごい音がしたぞ、今。うん。ちょっと箸がないけど、ボールペンで。いや、ボールペンで食えねえよ、いくらでも。箸ある？箸は。あるやん。ほら、じゃあ。うん。じゃあ、いいぞ、これ。うん。食べてもらいましょうかね。食えるの、これ。あ、ちょ、なんか大丈夫、ちょっと。大丈夫、大丈夫。ギャッツリ、ギャッツリって、ギャッツリ。あ、いった！どう？おう、でも。あ、でもね。うん。普通に食えるよ。悪くないでしょ？悪くない。うん、あ、食えるんだ、これ、韓流式でも。食える、食える。韓流式って、うん、日本式だよ。うまいでしょ？おう。うん。肉はね、なんかミートボールみたいだよ。まあまあ、食べたかったら、これ、いっぱいこしらえたから。うん。いや、作ってみた。なんで？まだ焼く？いや、リスナーに配りに行くんだからさ。あ、そうか。来るの、リスナー。いや、来るよ。多分。来ないでしょ。え、みんな、誰か来る人いる？今から、あの、亀有駅に。リスナーでも配信者でもあり？うん、ありあり。夜中の3時に。3時だよ。夜中の3時に。うん。はい、何人かいるって言ってるから。行きましょうよ。うん。うん。配りに。そうね。食えんかったらさ、また。焼きながら雑談してね。うん。うん、いや、今仕事してねえのじゃ、全く。これ？うん。これ配信だけ。でも配信だけでも、あの、月収いくら？大体。ガチな話で？ガチ。ガチな話。俺大体、今は。家賃が、うん、共益費全部込みで6万円。で、食費が大体毎月6万円。で、6万円のうちの3万円が、あの、リスナーからクオカードもらってるから。こうやってんの？うん。いや、クオカード。受信料。うん。で、あと、だから、18万ぐらいじゃないの？頑張って。
お料理高いじゃん。頑張ったら。ギリギリ。18万稼いでんの、うん、まあ、なんな、こうアフィリエイトとか。いや、アフィって稼げんのそんなに。いや、アフィは4、5万だよ。あ、アフィは4、5万だよ。アフィは4、5万。で、受信料が、うん、まあ、いわゆる、まあ、孤児ってなっちゃうかもしれないけど、うん、まあ、孤児がそのカードとかで3万とかでしょ。うん。うん、で、まあ、そうだな、18、OK な18行けばいいなって感じ。だから貯金はできない。18って俺、全然やっていけるじゃん。かね。綾瀬いるけど、あの、亀有駅に3時に来てください。食事費6万ってのもまた高いけどね。そう。スロットは？スロットは行ってない。あ、もう行ってないんだ。うん。卒業したんだ。でもお金なくなると行く。逆じゃん。あの、一発当てるために。当たってるの最近。それが当たるんですよ。当たるんだ。そう。ちょっと前も AKB で2000枚出て。2000枚も出た？そう、4万円でしょ。うん。見てるけど、これが金取れるものなの、現実見たら。まあ、正直さ、でもさ、有料放送、なんかね、多分ね、緑のプロマガにね、うん、お金払って見に来る人ってさ、うん、放送が面白い面白くないじゃなくてさ、うん、緑が好きなんだよ。緑がやってるからお金払ってもいいと思っても来てるから、うん、そういう人たち多分ね、放送のね、良し悪しでね、ほとんど判断しないと思うんだよな。だから歌い手と一緒みたいなんだと思うよ。そう、うん、なんか歌い手緑ですよ。え、そんな感じになってんの？そんな感じ、そんな感じ。多分そうだと思う。多分誰がやってもそうだと思う。うん。